皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はこちらのハズルキャストローター、こちらの解説をしていきたいと思います。箱はこんな感じ、難易度6、最高難易度の、キャストパズルです。でこちらは、この動画を投稿している、ちょっと前、2019年の9月の28日かな、に販売された、最新のキャストパズルになります。でこのように、ゴールドとシルバーの、まあ、ローターというかこういったパーツが2つ噛み合わさっているので、これをバラバラにするパズルです。でこちらに、ローターと刻印がしてあって、この裏側に、花山と刻印がしてあります。でこれ2つとも、形状が同じですね。で、販売されてすぐに購入して、結構何回もやってみましたが、相当解けなかったです。めっちゃ難しかったです。でですね、最初動かしてみたら、まあ、結構動くので、もしかしたら結構簡単に外れるんじゃないかなと思っていたんですが、全然外れないで、一つルートというかがあって、そこ気づかない限りは多分外れない。そこ気づくまでが結構時間かかるかなという感じです。でそこを気づいたとしても、ゴールまでたどり着くのが多分相当難しい。多分道筋が相当いっぱいあるので、なんとなくここから外れるんだろうなというのは分かっても、そこまでたどり着くのが、まあ、相当大変という感じですね。でですね、結構本当に道筋がいっぱいあるので、この解説動画なんですが、今回は2回に分けたいと思います。で今回はこのハズルキャストローターが、まあ、どのように動かしていってゴールまで進むのかというのと、なぜ2つに分けるかというと、この、まあ、初期の配置というか、今、こんな感じで、このローターという刻印が入っているところが向かい合わせで、この片っぽの腕というかが、ここの溝にこのように合わさって、まあ、これが最初の状態なので、次の解説の動画ではここからのおそらくゴールまでの最短ルートを紹介していきたいと思うんですが、もう結構購入して動かしちゃったりすると、そもそもこの初期の位置まで戻すのが結構大変だったりするので、次回の動画ではまあ動かしていただいて、このですね、初期状態まで戻してから次の解説を見てもらうようにしてもらえば、なので、あとどのように動いたかよくわからないっていう場合もあるので、今回の解説動画を見て、まあ、どのように動かしていくのかというのも、まあ、確認してみてください。それでは今回はこのキャストローターがどのように動いていくのかを説明していきたいと思います。でまずですね、このアームみたいな腕というかがこの隙間を通ります。そして反対側がこのように入ります。で、今、ゴールドの方を動かしたのはシルバーの方も同じように、このようにこちらから外れて、こちら側に入ります。で、これを繰り返していくと、どんどん位置が変わっていって、まあ、一区間ずつ動くような感じです。そして、これで一周します。で、一周したら同じ位置に戻ってしまうので、まあ、どこかで動かし方を変えないといけません。で、その時にこの溝があるので、例えば、このように動かしていって、よっ。例えばこのような位置に来た時に、この溝をこのように動かすと、また少し位置がずれるというか、最初の状態と少しずれて動きます。で、例えば、よいしょ。
まあ、こちらもこのようにするとどんどん位置がずれていきます。で、まあ、ゴールはこの溝と、あとこの隙間ですね。一箇所このようになっている隙間が両方のパーツにあるので、まあ、この溝とここの欠けているところがうまく噛み合うと、まあ、ここからおそらく外れるんだろうなというのはわかるんですが、今のように何回かずらしながら動かしても、その位置にどうしてもならないんですね。これを結構動かして、うまくそこになるのかなと思ってたんですけど、例えばこの溝がこうやってなりますけど、ここの位置が違うので抜けません。なので今のだけだと、まあ、抜けないので、もう一つ、動かせる場所があります。実はでですね、どこがどのようになっているかというと、この、まあ、ローターの刻印をこちら側にして、まあ、ここは多分後で一番最後に外れるとこなんですが、このこちら側ですね、ここの穴だけ実は多分ほんのちょっとだけ広くなっています。こっちよりもここの方が広くなっていて、両方形状同じなので、こちらもこのローターのこの穴が大きくなっています。そしてもう一箇所、この真ん中のアームというか、中心から伸びているこのところですね、ここ一箇所溝が切ってありますが、こちらは太さがこんな感じなんですが、もう一方、ローターの下のここのこっちとこっちですね、ここが細くなっています。こっちに比べるとこの位置から、ローターの刻印がここにあって、このアームです、ここが細くなっています。で、同じようにゴールドの方もこのローターのここですね、ここがすごい細くなっています。で、今ここが穴が大きいところで、ここが細いところで、もう一方のゴールドの方が今ですね、ここが穴が大きいところで、ここが細いところですねになっています。なので細いところと大きい穴と、こちらも細いところと大きい穴のところ同士で合わせると、ここからこのようにこの真ん中からこのように通すことができます。ここに気づくまで結構かかります。で、ここを通したりすると、例えば今、最初こうだったので、こういう風に通りましたけど、片っぽだけ通すこともできますし、こっちだけ反対側に通して、こっちはこのままってこともできますし、このように通すとまた全体の位置が変わるので、さっきのとは違うような配置で動かすことができます。で、今の位置でここのところを通したりして、まあ、最終的にこことここの溝で、外していくというのが全体的な動きというか、ただ今どの位置に噛み合わさっているのか把握するの結構大変なので、まあ、何回もやってみてそのゴールにどうやってたどり着くかということになります。で、何回もやってみて、最初からのスタートの、最初のスタートの位置からの動かし方、最短距離は、
確認したんですけど、途中でこうなっちゃうと、もうどこに戻したらいいのか結構わからなくなるので、まあ、今回はこのままどんどん動かしてみて、ここで外すまで頑張ってみたいと思います。ということで結構かかりました。すいません、10分ぐらいかかりましたけど、ローターとこのローターの文字がここにあって、ここに花山の、これが裏側になってます。なのでここに、ここにローターとこっち側にローターという位置ですね。なのでこうやると、おそらく最初の位置と、まあ、上下が逆になったような入れ替わったような位置です。ここにローターがあって、ここにローターがあって、でそうするとここの溝と、この突起の小さいところがこのように通って外すことができます。で今のように動かしていって、まあうまくここのゴールのところにたどり着くと外れるんですが、まあ相当時間かかるかもしれないですし、まあたまたまここにたどり着くという可能性もあります。実際にやってみて、最初にここまでたどり着くまで、まあ1日ぐらいかかりました、ずっとやってて。でもちろん外れたんですけど、やっぱパズルとかキャストパズルとかを解きたい方って、多分この偶然に解けたりすると許せないというか、まあ最短距離とかそのちゃんとした解き方を、まあ、理解した上で解きたいというのがあるので、僕もそうなんですが、偶然外れちゃってもまだ何回もやって元に戻すルートとかを、まあ、探したいというのがあると思います。なのでですね、次回はその最初の位置からこの位置ですね、ローターとローターの文字がこちら側に向いて、まあ、このような位置が初期状態で、ここからの最短のルートだと思われる、まあ、道筋というかその解き方を紹介していきたいと思います。なので今一回外れちゃいましたけど、もう一度、まあ、元に戻して、最初の状態に戻してですね、もしその最短ルート確認したい場合は、その最初の位置まで動かして、またそこから、次の動画を確認してみてください。ということで今回ご覧いただきありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。それではまた。